クリスティン・レスビットはカナダの女子スピードスケート選手。得意種目は1000メートルと1500メートル。バンクーバーオリンピック1000メートル金メダリスト。オーストラリアのメルボルンでカナダ人の父とオーストラリア人の母の間に生まれる。オーストラリアで過ごしたのは生後数ヶ月のみで、その後はカナダのオンタリオ州ロンドンで育った。アイスホッケーや陸上競技などなスポーツに親しみ、 12歳の時にショートトラックスピードスケートを始めた。ショートトラックが盛んなモントリオールにあるマギル大学へ進むことを希望していたが必ず2003年にオリンピックオーバルを所有するカルガリー大学の工学部へ進学してロングトラックへ転校。2005年に地元カルガリーで開催されたワールドカップのカナダ代表として国際舞台へデビューする。 翌年のトリノオリンピックの代表にも選出され、心理クラス戦、クリスティナ・グローブスらと組んだ団体パシュートで、五輪新記録もマークして、銀メダルを獲得。その後もワールドカップの表彰台へ何度も上がり、2007-08シーズンには、初勝利を挙げた。2008-09シーズンは、ワールドカップの1000メートルで3勝を挙げて、総合優勝。 世界距離別選手権では初めて個人種目での金メダルに輝く。翌シーズンには1000メートルで無敵に近い強さを発揮し、同種目でワールドカップ4勝、同総合優勝、バンクーバーオリンピック優勝を果たした。五輪後はモチベーションの低下に悩み、交通事故による肘の負傷もあったが、現在も1000メートルと1500メートルのトップスケーターとして活躍した。 個人種目でのワールドカップ通算32勝は女子として歴代10位である。2012年1月28日には1000メートルで史上初めて1分12秒台をマークしクラス戦の世界記録を更新した。2015年に現役を引退。ファインバランスビトウィインアスレチックスアクデイミックスウエスタンニュース2010年2月28日。 abcd バイオグラフィ h 公式ウェブサイトのバイオグラフィハット abcd スピードスケーティングバイグロフィスクリスティーンネスビット国際スケート連盟によるバイオグラフィハット m o s t w o r l d c u p v i c t o r i e s i n d i v i d u a l d i s t-a-n-c-e-s-w-o-m-e-n-s-p-e-e-t-s-k-a-t-i-n-g-s-t-a-t-s com ありがとうございます。